赤目四十八滝ハイキングの帰り道で赤目名物草餅を食べてみました。これ材料なんですか？もち粉と米粉です。あ、ほんま、はい、この緑になってるやつは、うん、これはよもぎですので、はい、あ、そう、この辺で自生してるよもぎですか？うん、そうです、そうです。あ、はい、あ、はいはい、あの評判のやつ、ケツミよもぎです。草餅って言うんですか？そうです、よもぎ餅ですのでね、草餅。この辺の特産ですか？うん、そうです、赤目の名物ですね。赤目の名物ですか？はい、はい、そうです。そうですか、はい、はい、じゃあ一遍食べさせていただきます。はい、そうしてください。はい。